お疲れ様です。ラットです。今日最後こちらエリコレやっていきます。さあ、なんかエリコレで新たな方がね登場したので、まあ早速触れていこうと思うんですけど、まだ前は進化コウモリだったと思います。はい、かすかな記憶をたどってコウモリがウィザードになった気がします。はい、まあ、進化いいですね。あの火力高いんで守りでも活躍しますし、攻めでもねシールド張ってれば結構事故って、大ダメージとかもあるんで、まあなんか本当にエリゴレデッキがより安定するようになったみたいな、ウィズのおかげでね、はい、幅広く戦えるようになりましたよと、いう感じかな。まあエリゴレに安定感とか誰も求めてないと思うんですけど、はい、安定デッキに近づきました。でこの世界何位だ、一桁のね、悟空ってプレイヤーがね使ってます。はい、まあなんかエリゴレでも世界一桁いけんならもう使い得じゃねっていうぶっちゃけ紹介するしかないやん、エリゴレで世界一桁いたらね。というわけでやっていきましょう、よろしく。まあエリゴレはクララで最も簡単なデッキって言われてますね。はい、簡単、そして最も PS をごまかせる、最も格上に勝ちやすい、後ろから形組むだけ、誰でも使えるオワコンデッキいろいろ言われてますけどね、友達に嫌われるだとかね、本当にいろいろ言われてはいるが、まあまあいろんなランキング1位をね、独占している素晴らしいデッキってことですね。はい、行きましょう。ボーラー来たんでも逆サイに行きます。まあ基本エリコレとダクネはなんかセットで組みたいんですけど、すごい、これなんかダクネはさ守れて使わないと終わる気もしたんで、もっと残ってくれたら幸せだったな。でこの敵の強み、こっからまずいですか、これもしかしてまずかったりします。いや結構削れると思うんだよな。いやレイジュってもよかったなこれ、正直今ここで削っといた方が良かった気もするが、なんか相手もエリゴレやん、ほぼほぼエリゴレなんだよな、やってることは。レジュって、これ美味しいな、多分コストないからジャイを簡単に溶かせて、おいし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 、スケスケチボロボロくんの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 、よしよしよし、まあダメージ的には勝っているだ。問題はね、ボーリーが、あの子ねだいぶ邪魔なんで、ボーリーで打っちゃいます。あ、うまい、その夢、まあ暇レージ打っとく、暇すぎ。まあスケラー打ってきてたら絶対ジャイが来ると思って、あの即真ん中にユニット出してジャイを早めに溶かしたいね、これは。で進化イズまで正直待ってもいい、もう溶かしたいな。ボーラーを溶かせたら、いやー痛いな意外と。一生後ろから我慢大会だ。いやボーラー咲いたやん、あ、もう待って勝ったよ、エリゴレ進化スケリーチで止まんなくないっていう、いけ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 、テレポート打って、え、これ見てエリゴレ、ほら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 止まんないよー、ほい、危ねえ、怖すぎる。さあボーラーがエリゴレに対してちょっと強いんで怖かったが、最後のエリゴレレイジが強すぎる全然2、3000ぐらいならね持っていけるポテンシャルあるんで、まあ施設ないと特にね、エリゴレレイジやるだけお得
まあその分カウンター来ちゃうんでね、1倍とかだと。そこが怖いけど。よいしょ、やばい、ボイド打たないでほしい。このカウンターやばくない？止まんのかな。やっぶっそんなパターンの、ね、指差強すぎるか。お、いやー、いやー結構いいよ、結構いい、折れるんですかい。おーまいグンです。え、折れましたタワー。はいなんならスパーキーも破壊できたっていう、なんかお得ではあったな。よいしょ。さあ、まあジャイスパね、トルネファイボボイドみたいなやつだな。だからトルネボイドリージもあるな。わ、でけえ、マジボイド強え、エリゴレも強え。スパーキーに打たれて粉々になってもな、あっこから上がっていくもんな。いやー、これウィザードとかもあるが、だから行ってから考えてもちょっと強そうみたいな。ここのこの削り、うーん、でこのなんとも言えないつけ、あーマジでなんとも言えない好きになっちゃった。まずいかこれ。いやでもどっち来るか分かんないんで一回待つか。防衛はセンスで、まずミニペアバカで飛ぶんで、普通にウィザード飛んだわ。えいいっす、このウィザードのおかげよね。あーしょっぱい、ボイドの反応若くなかった。全然なんか打ちにくい。ジュビーズとお前何やってんの、絶対こっち来るよ。始まる。いやー今のタイミング来ないか、まずいの。左もあるが、マッチャーにこれで時間稼ぎもできる。俺の負け筋はなんだ、ウィザードか。いやーこれマジ耐えんの強すぎる。うん、いやこうなればもう何でもいいや何でもいいやの、うん、エリゴレリーチやっとくか。で、相手にね防衛のコストを咲かしてる間に進化付けで回収なんていう贅沢プランね。おーいいいね。いやマジあのスパーキー出てきてどう考えても詰んでるけど勝てるんだよな。うわ終わったわーって思ったら、なんか終わってたのは相手のタワーだったみたいな気づいたら折れてたみたいな、よくあるんだよ。思ってるより火力が出ます。さあ迫撃砲ね。あーまあリトプリ暇なんでやめてから回すか。おめちゃんこ舌出してくるよ。アーチャーリトプリ迫撃珍しいな、あんま見ないね。ちょっとボーラーって別に今いないねん。なんで今日こんなボーラー、さっき動画書いてもマジボーラーボーラーだったんだよ、多くないって思いながら。えその感じでジャイなんてことあるの。いやでもリートプリー、お、なんかあくびしてる間に意外とダメージ入るぞ。フフフフ、美味しいの。なんかスタンプに精一杯な香りだな。いやー進化アーチャー進化迫撃か、ちょっと強そうだな。やめて、見逃してください。いやでかい。まあ次が本命かで、雪玉だったな、珍しいな。だいぶこのチンパンもまあ、まあ、スケキンの範囲が意外と優秀です。いやこれさこっちサイド行くか悩むが、ボーラーがいるんで
てこう。でエリゴレレイジは絶対、いやマジこれでねちょっとないんだけど、ウィザードがねまさかのねウィザードが、え、マリスケじゃない、あーめっちゃヤーチャー来たが、進化スキが、いやみー、進化スキがなんかやられて復活して繰り返している。俺もそのスタンプ出したいよと。どう？ああ。なんかぬるっと勝ってたわ。ジャイ迫撃ってなんかあんま見ないな。なんかエレジャイデッキに迫撃砲が入るのはねよくあるんですけど、まあ迫撃プラスホグライダーとか、ジャイプラス迫撃ってなんか初めて見たかもしんないぐらいのレアではあったが、なんか迫撃じゃなくて良さそう感すごかったな。いいね、これウィザードサイトからさ、ケツダックネからの足前エリゴレスケキンとかもある。ウィザード同士で相打ちしてほしい。オッケー、勝ったんじゃね。そんな簡単な話じゃないかな。え、絶対トリトンと間違えた今。柳使ったぞ、これレイしなかったら終わるぞ。おーって強いできた、ぶっ飛ぶこれ、やばい、ぶっ飛べー。いや待って、ソルコルト、え、たまんのこれ。たまんないらしいです。さ、いやでも見てこのアド、グロいよ。もう一回いけるぞ、エリゴレダクネ。スケキン回るかな、回るこれ組んだから考えるか。で世界で一番うざいのはグッドゲームを押すことなんだけど、チュッチュにしたらちょっと控えめか。これね、皆さん気づきました、キング行った方が勝ちっていう、実は。絶対守れないっすよ。だって今俺が10コスぐらいの攻めをしてる中で遅れて10コス使ったんですよ。7アドぐらい取ってたぞ今。まあ止まるわけもなく止まんないから攻めてきたんだと思うんですけど、まあそれは止まんないよなっていう。この破壊力やばいよな。まともに向き合ったら止まんないよなーと思って、でも逆サイ攻めても無視されて終わるから止めるしかない。気合で止めるしかないけど止まんないよなーって考えたんだろうな。対戦相手も難しいよな、何しても負けるっていう。正直それはなんか嫌だったな。文句か、文句最近多いんでね。で文句に対してスケキンってそんな悪くないっていうか、エリゴレがそんなくない悪くないね、エリゴレスケキンが。まあそのロケット奉仕とかそういうのがねちょっと厄介になってくる。あーあれね、あれがマジだるすぎる。オッケーオッケー、一発当たりゃいいやろ。なんだこれ、ドリル、やばい、エイム悪すぎる、つけろ。やばい、スケ下手すぎた。なんだっけ、ファルチェとロケコか、え、文句か。行ってもいいのこれ。うわー、やば、ファルチェロケコちゃんの2枚のまずい、くんじゃねえ。あ、キョキョキ、え、からのこのスケキン行こうかな。なんかこのスケキンはね、
奇跡を起こせるかもしれない。ほれ見た一匹、え結構いる結構いる、意外と入ったの相手の、てかあれがやべえよ。そういえばやば、あえてこれ取れないっていう奇跡ある、あったわ。え待ってやばい、何これ誰お前、見つからんよ。いや今のエリアで攻めて俺の方が行かれんのかとか、逆サイなんや、まずい。ファルチェが、ファルチェが嘘みたいに強い。嘘だって言ってくれ、近畿には成功はしたがやばい。ファルチェが嘘みたいに強いが、ファルチェを抑えたらもうウニゴレダグネレイジーとかでいいんじゃない。あーあーあああやばーい。じゃあ終わっているか。ああこれは救えない、これに関しては救えないか。トルネこれやばいな、エリゴレエリゴレエリゴレがいじめられてる。テスラあんのもやばいな、普通にテスラじゃなきゃな。ワンちゃんシャシャリ取るね。え嘘まであんのはなんでよ。あーもうやだー、勝ち勝ちすぎるー、これやばいっしょ。えフルコースじゃん。あーマジフルコースすぎんなー、全部盛りやん、きつい。まあ今のはしゃあねえなー、さすがなんか勝てそうになかったもんな、全然。リザードのなんかワンチャンとかもなかったんでね。仕方ない。そういう時もある。さあ、フェノファイナルホームよ。なんかまあ、スパーキーかな、イメージ。来ないかな。え？フェノファイナルホームが。プリンス、ダクプリのジャイ。え、待って、ウィザードやばい、これ。強すぎるかも。まずいか。ダクネーの絶対的信頼。え、やば、かわいそすぎる。ダクネー飛んだんやけど。え、フェノファイナルフォーム。なんか、ロイ・ジェイ・ホグスパーキー捨ててるやん。ジャイプリなんだけど、ジャイプリプリボンバーね、ザップ、まあ柳目かな、まあボイドザップもあるか、悩ましい手札ではある。アドは取っているがみたいな。いや美味しいな、フェニーぶっ飛ばせるよ。まあボイド来たらでいっかな。うわこれ釣っていいな、正直。で左も守って、じゃあ右か、これ右行きます。それあっちゃブラフメン、え待って、結構入ってる、しかもこれ強くない。ソウルコールして、やだはめだけで終わるときやだ。まあいやいやいや、オッケー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 、めっちゃいいこの。
両サイプランがね、しかもファイザップだ。あっつ、しばけ。え、これさ、もう終わったくない？俺、こっから負けることある？あんのかな？頼む。あとは祈り。やばい。やばい。やばい、強い。うわ、いや、大丈夫。私は進化ウィザード。範囲で。やば。ボンバだけ。いってらっしゃい、グッドゲーム。これが、クラファディのドヤ顔グッドゲーム。気持ちいい。いや、強えな、マジ。いいな、エリゴレの一発の火力がね、高すぎる。まあちょっと珍しいジャイではあったか、最近にしてはね。ででんザップ、はい、基本的になんか呪文で手札は強い、削れるしな。で、相手のユニットに合わせて出すだけで基本的にはいい。カウンターでリゴレ始め出せばいい。おお、まあまあまあ、これもおとなしく自陣でもいいかな。ダクネフェイカー、まあこの時点で結構ジャイ、ほぼジャイ。スケキン出して。来たらウィザードで焼けるんじゃないこれ。ああ、いや、ボイドそれ当たんのか。痛い。痛すぎる。いや、これエリゴレ。いや、いかないわ。じゃ冷静な、俺もいます。なんか組みたいよな、一回組んでみる。なんか進化ウィザードあるんで、ここのカウンターさ、全部ウィズで守れるわけっすよ。まあ攻めで使いたいか、攻めで使おうかな。いや、いい、延命して。いや、ここのレイジさもう終わりじゃない？終わってほしい。願望。ゆい。もう絶対コストない。エリゴレで落ちるよ、これ。これで落ちるかんな。最近は。なんか守られた感あるけど落ちるんだよな。トリトンいないっしょ。早めに芝居ていいな。やばい。誰？みんなので600はやりすぎだと思うんですけど。どうですか？やべ、なんもいねえ。公営なんもいねえ。リゴレほど弱いもんねえが。はい。え、これでさ、え、ほぼフル体力あったよな。削れすぎじゃない？強すぎる。いやー、耐えたい。あ、進化ザップが1112ね。いっちゃう？いや、いっちゃってもいいが、一回冷静になるか。適当にカード回しして、やばい、深海ザード最強だからね。トリトン使ってほしいな。生きた。え、マジここのエリゴレレイジさ止まんないよ。なんだろう、レイジかかってるからね。はい、ね、ぶっちょーボイド、ーイ、ナイス。エリゴレレイジ止まん、基本止まんないんだよ、超鉄壁来ない限りね。初手リゴレでもやってみるか。ねかったわ。ふふふ。まあ、一旦進化を回すか。インドラね。インドラ美味しいか。ウィザードでも焼けるし、ダクネのコウモリでもね、やっつけれそう。こんにちは。さすがに延命して、ウィザード頑張って働いて。やばい、うちのスケキンが。耐えた方ではあるが、まあダガーにはしばくれますよと。さあラバね。いや、これさ、ボイドとかレイジとかで回して、え、ウィザード回したかったの。いや、夜の雨で耐えれる、いいね。
さあ耐えまして、相手ラバね、もう形組みゃみたいなとこねえかな。いきます。いい、持ってこよう、全員来い。うわー、はみ出たー。いや逆にそれぐらいは進化すけで。待って、俺の毒猫、あっあごめんね。え、なんかきつそう。待って、進化すけドリームある、これなかった。うわー、それゴールしよう。いや、いい、てかウィザード強すぎて持っていけないかな。いやー、カウンターやばそう。こっから相手にプラス4コス、4コスだっけ、やば。これまずいね、これ守れないですね私。まあインドラぐらい倒しとくか。真ん中ババステパみたいな話もありそう。許してください、ボイド警戒して。ライトニング、待って、ウィザード残った。さすがに諦めのグッドゲームだ。さあナイス、え、いやー、さすがになんかビビるよね。いや防衛強え、深海ザリよ、しかも深海ズも残って、エリゴレも刺さって、おじいじい。強っ。というわけでエリゴレですね。まあ、最後の試合だけバランス調整が起きてからの試合なんですけど、まあ、ダガーの変化とかね、気づいてた方はすごいです。はい、まあエリゴレ自体はね、環境変化後もね、はい、参ると思いますんで、皆さんぜひやってみてください。よければちゃんと動画もおっしゃっすよ、おっしゃっすよ、またね。